皆さんこんばんはマックガイバーの小部屋へようこそいつもご視聴いただきましてありがとうございます本日のテーマはあー一応映画ですね、まあ、アニメーション映画ということでいきたいと思いますが、えー、ミッキーマウスのプレーンクレイジーのご紹介と、まあ、その関連グッズを一度にご紹介ということでねいきたいと思います はい。えー、まあ、ミッキーマウスの作品もですね、まあ、映画好きということで、見てはきましたけども、うん、あの、本当にこう、表現がね、あの、まあ、言えば、ファンの方に言わせると怒られるかもしれませんが、今、今のミッキーマウスよりももう、昔の、モノクロの、うん、そしてもっとこう、うん、なんていうんですかね、えー、今みたいに人間の、人間風じゃない頃のミッキーっていうのがね、えー、 大好きなんでで、すよねで。その中でもこの「プレーンクレイジー」っていうのがまあ好きで、えー、ジョークセン・ウィリーがねあのいつもこう「ミキマステ」っていうのは最初の音が出ますけども基本的にはこの「プレーンクレイジー」が制作としては一番早かった、えー、最初の映画ということでね、まあ、後ろにも書きましたけどもね1928年の5月15日に試写会としてあって、えー、制作としてはだから早かったんですねでところがですね、まああの 当時、なかなか、その、えー、サイレント映画ですかね。で、この、ミッキーの、えー、っていうのが、まあ、当たらんじゃないかっていうようなことがあって、えー、その制作から10ヶ月後、えー、ミッキーマウスの第3弾ということで、1929年の3月にやっと公開されたと。だから最初に作られたけど、えー、残念ながら、公開は第3弾みたいなことで公開された。 で、結果、時間的な公開で一番早かったのが、ジョークセン・ウィリーだったので、まあ、それが、えー、一作と言われてるんですけど、まあ、制作で言えば、これが一番最初ということなんですね。はい。で、まあ、この作品ですけど、あの、そうですね、もう、なんだろう、ミッキーマウスらしからぬ行動を取り続けるんですよね。そこがね、もう、たまらなく好きですね。はい。 で、プレイングレイジーっていうのはまあ飛行機教なんていうふうにね、えー、日本タイトルがつくときもありますけども、えー、チャールズ・リンドバーグね、はい、がですね、初の大西洋を単独無着陸飛行っていうのをまあ成功したと、ね、えー、確かニューヨークから、えー、パリだったと思うんですけどもね、はい。で、映画にもなりましたね。あれも大好きな映画です。ジェームズ・スチュワート主演でね、翼よあれがパリの日だっていうね、まあ、映画があって、で、それが、えー、1927年、 かなの、えー、の話だったので、その1年後に作られたで、えー、話としては、ね、ファンの方はよくご存知でしょうけども、えー、このミッキーマウスがですね、えーま、ミッキーマウスという役名なのかな、それはすみません、ちょっと定かじゃないですけど、えー、とにかくまあこのミッキーがですね、えー、そのリンドバーグに憧れてですね、自分も、えー、空を飛びたい、飛行機作って空を飛ぼうというまあお話ですね。 はい。で、そうですね。いろいろあるんですけど、<coughs> 例えばこれねこう。手鏡をこう見てるんですけどね。う髪の毛がこうグチャグチャってなってますよね。これもね、あの、リンドバーグの髪型に憧れてミッキーマウスがね、髪をグちょグちゃっとするんですね。なかなかこんなことしないとって、なんかね、ちょっとい,い,い,いやらしい顔をするんですよ。えー、似てるかなみたいなね。 ここに書いてあるのが、えー、ちょっとすみません、光って見えないかもしれませんが、チャールズ・チャールズリンドバーグの偉業に触発された作品、えー。農園の仲間たちに助けられ、飛行機を組み立てて、ミニーと共に空の冒険へと飛び出したミッキー。しかし、ミニーに無理やりキスを迫り、怒らせてしまうというね。なんというミッキーだという話なんですけどね。はい。これがいつ出たのかなこれまあその 買ったんですよねあ。500円だったんですかね。はい。というね、商、ま、品、あ。メディコムトイになってますね。はい。そして、他にも、例えば、あの、これもね、この、首振りの人形ですけども、How to play Fly って書いてますねえ。空の飛び方っていう本をね、こう読んで学ぶんですよね。えらい前景になってますが、1928年ですよね。これ、プレイクレイジーなんですよ。ね。それからですね、えーと、 これ先ほどのね、その手鏡を見てね、髪の毛をこうちょっとこう、色は色気づくわけですよ、ミッキーがね。はい。1928年ですね。2007年に出たのかな、これ。これが735円。まあ、ピンズってやつなんでしょうかね。はい。ですね。それから、これまあ、無事に空に飛んでですね、ミニーマウスを連れてですね、空飛ぶんですね。 でも、操縦桿も話してですね、すごいでしょう、空飛んだでしょうって言って、こう、キスを迫っていくんですね。ですると、バチコーンと叩かれるっていうね、もう、なんじゃそれっていう話なんですけどね、またそれが可愛らしいんですよね。これも735円と。それから、こちらも同じくピンズで、プレーンクレイジーで、ね、あの、もう飛行機をブワーッと操縦してですね、ミニがですね、空に、飛行機が一遍落ちて、それをまた、こう、下に迎えに行くみたいなね、 ミニはすごい怒るんですけどね。まあ、そんなんとかね。この700円。はい。それから、これもね、こんなシリーズがね、昔で出たんですね、えー。当時買ったんですけど、ティーカップギャラリーっていうのがあって、えー、ティーカップとお皿のセットだよ。今回はミッキーマウスの映画名作シリーズ、スタンド付き、飾って遊んでねということで、えー、蒸気船ウィリー、 プレーンクレイジー、ミッキーの大演奏会、ミッキーの巨人退治。そしてファンタジア、ミッキーの大演奏会、ミッキーの巨人退治、ファンタジアと。まあカラーになったりね。これが当時200円だったのかなと思うんですけどね。えー、何年かな何年だろう何年かはちょっとわかりませんね。はい。うーん。 株式会社トミーという会社ですね。まあ、これもね、当時買って、そのままもう開けずにね、置いちゃってるんですけどね、こんな感じです。こ,こういうと、ね、お皿と、コップと。まあちょっと人間が使うには明らかにちっちゃいんですけどね。これ劇中の写真ですね。ハウトゥーフライ呼んでますよね。はい。それからですね、えー、っと、こちらですかね。まあ左の奥にね、置いてある、おっと。 これですけども、はい。えー、ミッキーマウスのフルフェイスというコカ・コーラバージョンでしょうかね、首振りマスコットなんですけど、でもう全6種類でね、プレーンクレイジー、ミッキーの消防隊、ファンタジア。ね、ここに蒸気船ウィリーが来てもおかしくないんですよそれはないんですよね。やっぱり第1作を考えてくれたんですかね、ミッキーの魚釣り。 ミッキーのアルバイトは危機一髪。ミッキー・ドナルド・グーフィーの三十四ということですね。はい。で、その中身がどんなんかというと、こういう感じなんですね。結構大きいんですよ、これ。これいいでしょう、これ。恐ろしく首振ってますけどね。はい。で、えー、ミッキー、のコカ・コーラ、ミッキー、75周年の時ですかね。ファンフェイス。ええー、ここに書いてますね、コカ・コーラ。 これは王冠の、王冠を形取ってますね。はい。こんな感じ。うん。まあ、本当に楽しいね、作品なんですよね。これね。そして、これが大物なんですけど、プレインクイズの陶器のね、置物なんですけどね。まあ、これはミッキーが作った飛行機と。で、えー、もう操縦官もですね、もう離してですね、こう、色目を使ってるわけですよ。で、ミニも、んとかで顔してるんですけどね。ここから大変なことになってくんですけどね。それはまた、本編、ぜひ見てみてください。 非常にいいです。もうこれもね、これ確か、そうなんですよ、ディズニーランドでね、あの、それなりの値段はしたと思うんですけどね、やっぱ欲しかったんですよね。他のものだったら別だったんですけど、ね、やっぱりプレーンクレイジーだけはね、欲しいなと思ってね、買いました。はい。っていう感じですね。 というわけで、えー、ま、ぜひね、本編、あの、ま、だご覧になってないらっしゃらない方ね、見ていただいたらと思います。えとりあえず今、手持ちにあるですね、えー、プレインクレイジーのグッズをちょっとご紹介してみました。はい。えー、またね、増えればちょっとご紹介してもと思っております。はい。えー、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン。また、チャンネル登録、継続視聴。 お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。